このシートがもうとにかく私おすすめなんですよ。こうジェルがたくさん乗っかってるんですよ。優しみに目の周りくるくる。セラミドとは何なのかっていうことなんですけど、はい、カノンのノン TV へようこそ。カノンです。そうなんです、私なんでこんなにテンションが少しじゃないな、こんなに低いのかと言いますと、私この前 NHK E テレの10代という番組に出演させていただいたんですけど、その際にですね、そのスキンケアに関するお題が5問中5問不正解でした。今までのスキンケアは何だったのっていうのがありまして、とてもとても落ち込んでおります。まあその日から先生にたくさん教えていただいて、いろいろ勉強し直しまして、あ、本当はこういうやり方が正しかったんだっていうのを学んでですね、ちゃんと正しいその洗顔の仕方だったりとかメイクの落とし方とかももう全然違かったので、改善バージョンをご紹介していきたいと思います。以前の私のメイクの落とし方は、割とその撮影が終わってお家とかに帰宅してメイクをすぐ落としたかったので、そのメイク落とし系を使ってさらに洗顔とかをしてたんですね。どん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 肌の老化みたいなのが激しくなってくるよって言われたので、全て変えまして、まず拭き取りタイプのものは使うのをやめました。そして今私が使ってるのがこのバニラ粉のクリーンイットゼロ、バームタイプになってるんですけど、こう手とかにのせた時にこう溶けるタイプっていうのかな、これを使っている上からこうクレンジングオイルを重ねるみたいな。もともとはですね、本当は先生曰くメイク落としだけでいいみたいなんですよ。本当はこっちだけでもいいとかこっちだけでもいいっていうぐらい、そのメイクを落とすときは優しく肌をなるべく触らないようにこう優しくのせる感じ、その目元を先にこうのせたときに軽くこうまつげを挟む感じでこうマスカラ、このバームをつけていきます。アイラインとかインラインとかを描いてる場合はそのまつげの間は優しくこうサッサッサッと、アイホールとかも本当に優しみに目の周りくるくる、でそれをすごく優しくやった後にもう一回つけて顔全体にさらっと一度塗りぐらいでこう顔にのせた時にちょっと置くんですね。でちょっと浸透してきたなって思ったらそのまま一度洗い流します。で洗い流した時にモモプリ潤いクレンジング洗顔泡立てネットを使ってモコモコの泡を作って途中段階の顔にのせていきます。肌を直接触るというよりも泡をこう動かす感じで洗顔をします。それでもうあとは流すだけという状態にしてるんですけど、先生がおっしゃってたのはすごく楽にできるのはお風呂を入った時に一緒に洗顔することだよって言われました。その先生に教えていただいてからずっとそれを実践してるんですけど、確かにハリ感というかそういうのは割と今は保たれてるのではないかなと思います。目元の周りがとにかく目が腫れやすかったんですね。本当に先生に教えていただいてやり方をするようになってから目が腫れることが結構少なくなりました。それがすごい改善されたのがメイク事情で一番嬉しかったことかなと思います。はい、そんな感じですね。メイク落としのやり方はなんなんで、こちらの成分なんですけど、豊富なビタミン C がくすんだお肌を明るく導く、4種類あるのでいろんな自分の肌に合ったものを選べるので、これはすごくおすすめです。私はピンク使ってる。はい、そしてクレンジングはですね、このモモプリの潤いクレンジング洗顔にはまずセラミドっていうのがすごく入っているみたいで、モモセラミドが入ってるみたいなんですけど、まずセラミドとは何なのかっていうことなんですけど、化粧水はですね、もともと普通の化粧水だけだとこう肌にこう入っていかないみたいで、だけどセラミドという成分が入ることによってその肌に直接水分をこう含んでくれるみたいです。そう、セラミド。で、この後紹介する私の使ってる商品もパックもセラミドが入ってるものになってるので、後で紹介していきたいと思います。はい、という感じでこちらクレンジングですね。続いて朝のスキンケアなんですけども、その化粧水乳液とかの一通りの流れが終わった後に、私はこちらのですねホリカホリカのレッスンスキン、こちらのクリームを使うようにしてます。なんでもこのシカ CICA シカね、別名皮膚再生クリームと呼ばれているみたいで、動物の鹿ではなく鹿ケアが由来となっています。鹿ケアとはニキビなど外傷によって赤くなったり盛り上がった部分を保護するために韓国の薬局などで市販されていたシリコンジェルシートのことですって書いてあるんですけど、その成分が入った
クリームみたいですね。こちらはなんかベタベタしないっていうのもそうだし、こう塗った後のメイクをする時もそうだし、日焼け止めをつけた時に全然邪魔をしないというか、サラッとしてつけた感がないっていうのがすごく好きで使ってます。こちらが朝用のクリームですね。このまま、日焼け止めとかを使ってるんですけど、私が使っている日焼け止めはこのいつもお世話になっているバニラコハローサニーハイドレーティングサンエッセンス SPF50+PA++++ なんですけど、これは私のいつものカノンメイク動画を見てくださったら多分この子は常連なんですけど、はい、こちらをいつも使ってます。はい、続いてですね、最近使ってるパックを紹介したいんですけど、これはさっき言っていたモモセラミド配合のモモプリの潤うプルジェルマスクですね。この他のパックとちょっと違うところは、やっぱりそのセラミド配合っていうところは私すごく惹かれてるんですけど、塗る乳酸菌モモセラミドプルジュレ処方密着ゼリーシートって書いてあるんですけど、このシートがもうとにかく私おすすめなんですよ。このちょっと開けてみますね。ちょっと布っぽくなっていて、トロトロ感が見ていただいたら、ちょっとほんのりピーチ色っていうのかな、桃色、こうジェルがたくさん乗っかってるんですよ。多分使ったらわかります。もうめちゃくちゃ肌にこう吸い付く感がある。これをつけたら顔が透けるみたいな。今ですね、この公式サイトをチェックしてみたんですけど、そしたら今期間限定でモモプリ潤いプレジュレマスクのクール、ジュレマスクのクールタイプ、これ期間限定なんですけど、こちらも700円、濃い濃密ミルクジュレマスクっていうのももう一タイプあってですね、これは結構大事な日とか結構乾燥が気になる時につけるようにしてるんですけど、そちらもすごくおすすめです。乾燥肌の子はそちらの方がいいかな。一通り私の最近のスキンケアのご紹介はできたのかなと思います。はい、ということで私の最近のスキンケアでした。なんなんなん、10代の収録の時から2ヶ月ぐらい今経った状態なんですけど、その劇的な変化っていうわけではないんですけど、割と肌質とかも改善されていたりだとか、これからもっとちゃんとそれを続けてですね、実践してやっていくのと同時に、いろんなその新しい情報とかを入れて、もっともっと皆さんにお伝えできるようにできたらなと思います。いつも使っている商品とかメイク動画の時とかもそうなんですけど、基本私の使ってるものは概要欄の方にですね、どこどこで売ってるよっていう情報とかも書いているので、他のメイク動画の時とか他のスキンケアの時のとかも全部あるので、そういうのはその動画の概要欄のところをチェックしていただけたら、サイトにピョンって飛べるようになっていると思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてください。以上、カノンでした。バイバーイ。